よし、荷物の整理も終わったな。ふぅ。Guns come unloaded. 高いね、サプレッサーは。やはり高いわ。しかし、物に価値が生まれたことで、世界が変わったな、本当に。しかしな、今まで手に入っていたものを、これだけの高い金額で買うのは、心苦しいが、まずは、マガジンを買っておこう。さて、一旦拠点に戻るか。よし。なんだ？人が歩いてきている。待てよ、あのボーガンは、もしや、違うか、服装は違うな。でも、おい、話しかけてきた。いや、しかし、もう行こう、今は。喋りたいが、もう今喋っていたら寝れなくなる。今もう夜中の3時だ。もう寝ないとダメだ。また会った時に話そう。しかし昨日会った海外プレイヤーと少し話してみるべきだったな。いや、しかし、もう眠すぎた、あの時は。まあいい、またいずれ会うこともあるだろう。まずは拠点の強化だ。なんだ、人だ、人がいる。誰だよ。囚人服を着てたな。しかしリュックは背負っていた。敵対する気はないが、もしかしたら昨日のプレイヤーか。よく見えなかったな。話しかけてみるか。もういいか。あっ、なんだ、撃ってきた。マジ撃ってきたぞ。やべ、よかった、話しかけなくて。敵対プレイヤーか。ダメだね、やはり銃持ってるやつは見つけ次第殺さないとダメだ。先にこっちがやられてしまう。気をつけよう、この近辺にも危ない奴はいる。はあ。さて、だいぶ拠点の強化も進んできた。トラップもどんどん設置していこう。中はある程度トラップの設置が終わった。外側にも一つ設置しておくか。そうだな。外側にも一つ設置しておこう。近づいてロックピックで開けようとしたやつがトラップにかかるようにしておこうじゃないか。よし。そして、どのあたりにするか。ここまでは困難。ここら辺か。ここら辺だな。扉が見えるか見えないか。扉を調べれるかどうかぐらいの瀬戸際にしておこう。キワキワまでは来ないだろう。このぐらいだな。このぐらいならちょうどいいんじゃないか。よし、ここにセットしておくか。よし、できた。セット完了。アームトラップしていこう。罠を起動させた。でだ、もしものために、まあこの拠点に近づかないようにということで、外に看板立ててあげるか。そうしよう。それならわかるだろう、入っちゃいけないことは。よし、入り口のこの辺りに看板立てとくか。な、キープアウト、立ち入り禁止の看板を立てておけば、ここは入っちゃいけないよというのはわかるはずだ。もうここまで入ってきてしまったら敷地内だ。トラップにかかっても文句は言えまい。よし、こうしておくか。これなら大丈夫だろう。よし。
さてと、荷物を整理して、おっと、監視ロボが飛んできたぞ。うざい監視ロボが。来るな。中に人がいるのがバレるだろ。これを整理したらもう一度鉄くずを取りに行こう。よし。そして、ここずっ、あっ、なんだ、びっくりした。何、トラップキル、マジ、誰か拠点に攻めてきてる。待てよ、だ、死んでる、死んでるわ。よし、クライムキル、誰だ、大胆。ほう、女キャラ、いや違うな。え、ブラジャー、女キャラか、ブラジャーしてないか。ダメだ、やばい、すぐ戻ってくるぞ多分。どうする、今このまま放置しておけば荷物を探ってないと思って中にいないと思うか。いや、一回見てみよう。大胆、どこだ、いるか。大胆、大胆だな、大胆ズ BC、 どこにいる。あ、いるわ、10位にいるわ。はあ、俺の拠点を攻めに来たか。なるほど、偵察に来て、いや、ロックピックで開けようとしたのか。偵察に来てトラップにかかったのか。外にはキープアウトを書いておいた。入っちゃいけないことは分かるはずだ。ということはやはり開けに来てたのか。いや、ダメだ、荷物を一応調べよう。調べてロックピックを大量に持っていたらおそらくそうだ、開けようとしている。どれ？いや、武器とかはでも落ちてないんだな。あ、やっぱりそう考えると開けに来てたのか。男じゃねえか、やっぱり。何？いや、ロックピックがないぞ。カバンを持ってない、まずそもそも。開けに来たんじゃないわ、偵察？いや、もしかしたら茂みの中走ってきていきなり扉あると思わなくて引っかかったのか。だとしたらかわいそうなことしたな。荷物はそのまま置いといてあげよう。回収しに来るだろう、多分。わからんが、何か看板立てて書いておくか。総理官、いや、シーカーズのみんなの真似をしているように総理看板を立てておく。いやー、いいか。そのままにしておこう。そして何もなかったかのように荷物を回収してもらって帰ってもらおう。その方がいい。まあ、敵対的なキャラではなかった。いや、キャラじゃん。プレイヤーか。敵対的なプレイヤーじゃなかった。よかった。よし。さてと、そういえば、しばらく忘れていたが、さっきの死体はどうなってる？何の音もしてはいなかったから、人が来た気配を感じなかったが、どうだろうか。一回見てみよう。いないね。おっと、おっ、囚人服が落ちる。あ、取りに来てるね。はあ、なるほど。一応回収には来たようだ。なるほどな。まあ、よかった。回収に来れたなら、おそらく中に人は誰もいないと思っていたんだろう。敵対的なプレイヤーでもなかった。しかし拠点を
さらに強化していく必要は本当にある。頑張るか。見てたよプロジェクトボゾンボイドも。マジですか、見てました。見てたよなんかサクさんもやってたらしいんですけど、めっちゃおもんなかった言ってましたよ。いや、やってみたいなと思うけどさ、上から視点がちょっとさ、そうっすよね、難しそうだよね。え、もう入ってます？グラドさん、どこにいます？入ってる、入ってる。ピオリ今ね、昨日はいたのがね、 C3 なんだよ。C3 の湖あるじゃん。結構上ですね。下のあの左下の湖ですか？そう、湖のちっちゃい湖みたいな、ため池みたいな、はい、町の近くです、ね、あそこの近くに。そう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 。あ、わかりました。じゃあそこちょっと行きますね、今から。さて、じゃあちょっとやってみますか。あれ？ああ。ダメだ。ちょっとわかんないですね、できるか。あ、開いた。開きましたわ。入ってますか？おー、入ってましたね。え、武器何持ってんの？武器、俺は銃持ってる。とりあえずグラタンさんには。え、グラタンさんは？一応、弓。でも弓だけ怖いからハンドガンを渡した。あ、そう。もう斧とあれでいくわ。あれ？ボロボロの銃しかなくて、グラタンさんがウェポンツールキット 100% のやつゲットしてたから。あ、そうなん。そう、それ使わせてもらって。 100% ってめっちゃあれじゃん、あんまないんじゃん。レアでな、うん、なんか修理キットかなりレア出てくる。へぇ、 100% はレア、ほんまに。飛行機修理キットあれで 87%。 あ、マジっすか。え、すごっ。それ高く売れる。絶対それめっちゃ高く売れる。ほんとサクさんとか面白かったもん。今配信見ててめっちゃ笑えるもん。怖かったっすね。すかさず人のバイクパクってましたからね。あ、売ってるし。一瞬でパクってる。速攻売ってるしみたいな。あ、いる、ここに。あ、キーの矢が。あっちこっちに、あっちこっちにぶん投げてる。鍵付きのロッカーは絶対に確定で何か入ってるようにしてほしいな。うん、ほんまそれはもう。だって開けてなかったら足らない、なんか無駄に。おかしいな。うん。おお、 MK18 出た。カードと。カード。これは。C0 やって。あ、これはありがたい。プラタンさん、これ。はい。はい。ありがとうございます。もう1個持てへん、これ。貴重です。もうこれも。はい、MK18 持ってくれへん。おっと思った。グラタンさんのケツが見えますね。いやー